こんにちはご視聴ありがとうございます地獄猫スプリングフィールドアーモリーのヘルキャットの薬莢がピョンって飛んでレーザーを出す玩具を紹介しますこう感じでなんとなく <laughs> 雰囲気が分かるのが面白いですよね14歳以上用なんですかね2024年1月にこのレビューを撮影します amazon で、ま、数千円で販売されていたものを購入しました ドットサイトの位置のカバーとかなんですかね。あとスプリングとか入ってました。すごっ。コンペなしのバレルもついてくるんだ。凝ってる。スライド、ロアともに外装は樹脂。コンペンセーターは金属製です。全長は約18センチ。重量は355グラムでした。小さいので、重量感それなりに感じますね。玉見ましょうか。24ミ、mm、リ。 9.7ミリですかね後ろ穴がごい。残弾確認用の穴が後ろ開いてるんだ。いいですね。あやっぱりスプリングかなり弱めでいいですね。あんまり無理して入れない方がいいのかな。多分これ11入ったと思います。ああ、いいですね。銃口を見ますね。レーザーが見えます。 でこのコンペンセーターね凝っててこれ押したら簡単によいしょ外せるんですよねすごえだいたいレーザーってこれずれてるんですけどちゃんと調整用のイモネジがあるんで調整できるのすごいなこれ確かスライド引いたらあれ引かないのかなこれスライドを引く途中で一瞬引っかかるっぽいんですけどねわ かかりますかね一瞬ね光ってますあ光りっぱなしにはな,ならないですね、はい、コンペンセーター戻しておきます、はい、上から見るとこのずんぐりむくり感が可愛いですねスプリングフィールドアームリーのトレードマークもかっこいい、はい、サイト見ますフロントサイト金属製で別パーツ凝ってますねホワイトも見えます ドットサイト RMSC もちろんねこれただ <laughs> 光もしない、まあ、ダミーですね、はい、ちゃんと金属製のリアサイトもついてます後ろから見るとねこうフロントとリアはダッツサイト越しに見えるんですよね素晴らしい奥に見ますねスライドのヘルキャットあこれレールなのかなメイドインクロハチアの国印がレールの上 チェンバーに 9×19 あ 9mm パラなんですねスプリングフィールドアーモリの刻印がスライドに見えますマガジンにもスプリングフィールドアーモリのトレードマークグリップにも刻印がありますねなんかつけれますかねまあちっちゃいやつが見つかったあこれつきますねなんか 20mm 対応のアクセサリーとかつけれそうただあんまりね大きなものはレールが短いんでつけれないですね トリガーガードからのトリガーこれトリガーセーフティー効くのかなああっ効いてる <laughs> すごいこのちゃんとここ押さないとダメなんですよねマガジン抜いといておおすごいあっこれで空打ちできるんだおおいいっすねトリガープル測りますね うんとちゃんと引きりのところがねはいあるという 2467g まあちょっと動作確認してみましょうかまず引いてチェンバー送り込めるのかなあ入ったこれすごいのがねちゃんとこのチェンバーチェック用の穴が開いているので弾が入っているのがわかるという素晴らしいいいですねちょっと打ってみましょうか おーちょっと前からいやー快適快適というか快調ですね後ろからとああすごいちゃんとホールドアップしますね一応スライドストップがあるので前進しますマガジンキャッチボタンなんか長くて前後があって使いやすそうですね マガジンキャッチボタンを押すとマガジンは自重で落下します。いいですね。グリップ見ますね。うっすらフィンガーチャンネルある感じですかね。あんまり気にならないです。側面はフラットだけど、このマガジンキャッチボタンのところだけちょっとデザインが変わってますね。で、後ろ。この細かいスペリ止めのステッピングがかっこいい。握ると指2本、3本ギリギリっていう感じですかね。コンパクトオート。いいですね。 <laughs> また弾入れますね。いや、楽しい。はい、入りました。エアガン競技 APS カップのまた15メートル先に置きました。ですね。あれ、なんかあんまり赤いサイト見えない。 あれ、ジャ思った。うん。いいですね。なんかこう、程よい一メートルぐらい。付近に野球落ちてる感じですね。もう、ちゃんと今度は。行きましたね。まあ、たまにジャブるのも。逆にいい感じですよね。うん、いや、なんか打ってる感じ、この。なんですかね。 こうもうマガジン抜けばいいのか。程よいこのハンマーというか、こう、視野の切れる感覚に、前の方って、なんかすごくね、打ってて、なんか、こう、なんですか、打ってる感が割とある感じで楽しいですね。はい。外観もリアルで、いいですね。スティールチャレンジをラウンドアバード打ちます。 あハハった <laughs> いやーなんとなくやってる感は出ますねはい楽しいスプリングフィールドアーモリーのヘルキャットいやーすごい出来ですよねパッと見全然おもちゃっぽくないしいやーほんとねこれガスガンとかガスボれで出ればいいなっていう感じですよねかっこよかったです まあ以前にもね、こういったリアルな玩具とかいっぱい紹介してます。ぜひ他もご覧ください。最後まで見ていただいてありがとうございました。